小山寺は、岐阜県美濃加茂市にある臨済宗明神寺派の寺院である。三号は、神寺山。通称、小山観音、小山観音、小佐漬け観音。毎年3月第1日曜日の初馬祭りは、賑わう。本尊は、馬刀、観音。三面六尾の立像で、養蚕の守護物とされている。また、開運のご利益があるという。 美野十三観音霊場第二九府札所、日田川の中の岩の島にある。これは、もともとは陸続きの岩山にあったが、下流の基礎川に今渡りダムが完成すると周りが水没し、岩山は孤島となってしまったのである。1938年、観音橋が開通し、日田川左岸と結ばれる。川の近くにある小山寺の本堂、 左側に平川が流れる現象によれば、平安時代末期、木曽義仲が母親の若名御前がこの近くで亡くなった際、若名御前を弔うために、所持していた一寸八分の馬刀観音を祭り、観音堂を混流したのが始まりという。室町時代の1450年から1500年頃、人沈み禅寺が当千300枚を溶かして高さ一尺の馬刀、観音を作り、 小山観音の新たな本尊としたという、木曽義中ゆかりの馬頭観音は秘仏とされる。1657年、小山観音堂は人事山小山寺として改装される。岐阜県美濃加茂市壁田町小山104。ありがとうございます。